すげえすげえ、いけいけいけ、もうこれ乗り切んないじゃん、これ。はい、ちくわです。今回はラッキーファーマーというゲームをご紹介します。このゲームもね、以前からご紹介しているジョブトライブスですとか、あとはクッキンバーガーとかをね、提供しているプレイマイニングというところから提供されています。で、このゲームは農場がね、モチーフとなっているコイン落としゲームとなっておりまして、こうどんどんね、コインをこう集めていって、そのコインを落としていくという非常にシンプルなゲームになっております。で、いろいろなね、作物とかを収穫していくことで仮想通貨のディープコインを稼ぐことができます。で、このゲームもね、NFT というものがありまして、実際にね、こちらの方に NFT のギャラリーというものがあります。で、その中にね、ラッキーファーマーというところで、まあ、このね、いろいろな NFT がありまして、で、このジョン G さんはプロフィールアイコン取得、キャラクターアバターを取得、まあ、このようにアバターとかをこう変えることができますよという NFT ですかね。他にもね、エヴァ、ピノ、キラナなどいろいろな NFT がいまして、で、ね、クリックして詳細を見ると、まあ背景を追加できたりとか、あとはキャラクターのアバターを取得できたりとかっていうことができるようになるようです。で、これね、他にもこの他のゲームっていうものをクリックしてもらいますと、このようにね、ジョブトライブスのカードも使うことができます。ジョブトライブスの稲作農家、トマト農家、イチゴ農家、メロン農家、リンゴ農家、みかん農家と、まあ、このようなね、ジョブを使うことができる。確か私ね、イチゴ農家持ってたんですよ。このね、イチゴの戦士みたいなキャラクターがいるんですけど、これをね、使うと初期アイテムの増加と、アイテムワイドチャッカーの所持数がプラス1ですよと。まあ、なんでね、こういった他のゲームからでもこの NFT を使うことが可能です。早速ね、やってみたいと思いますけども、まずね、こちらオープンベータテストプレイゲームというところをクリックしてもらいます。そうするとね、ちょっと私もゲームが登録してしまったんで、ゲームが始まってしまうんですけど、初めてね、プレイされる方は、まずは、自分のメールアドレスを入力します。で、そのアドレス宛てに、メールが届きますので、そこからね、ログインしますと、ゲームが開始されます。で、はい、ラッキーファーマーへようこそと。ラッキーファーマーはメダルを落としてメダルを増やしていくゲームです。新しいメダルを投入すると動いている押し板によってメダルが押し出されますよ。手前に落ちたメダルが獲得できますよと。メダルをチャッカーに落とそう。チャッカーっていうのはこれかな？この箱ですかね。画面中央の押し板あたりをタップするとメダルを投入できるよ。メダルをチャッカーに入れるとスロットが回転しますと。おお、このメダルを落としていって、この箱に入れるとスロットが回りますよと。タイミングを見計らってメダルを投入しましょうねと。で、いろいろなメダルがあるようですね。たまに出現する特殊メダルは複数あります。カラーメダルというのはこの数字がね、2345と書いてあって、これを落とすとこの数字分のメダルがもらえると。で、ビッグメダル。ビッグメダルというのは、投下したメダルを要はドンと置いたタイミングで、フィールドが振動しますと。で、落とすと10枚獲得できますよ。で、氷メダルっていうのが、少しの間、フィールドが氷、メダルが滑りやすくなる。おおほほほほ。こう滑ってこう落ちやすくなるってことですかね。稲妻メダルというのは、雷でフィールドが振動しますと。XP メダルは経験値を多く獲得できますよというメダルが、まあ、いろいろなメダルの種類があるということですね。スロットの絵柄が揃うと様々なボーナスが発生します。ハテナが揃うとフィーバータイムに突入してメダルをたくさん獲得できますよと、まあ、こういろんなスロットの効果もあると。
で、スロットで作物の絵柄が揃うと畑に作物が育ちます。畑をスワイプして作物を収穫しましょうと。ほほほほ。あとはアイテムが4種類ありますよ。フェンス、横から落ちないようにブロック、あ、これいいですね。フェンス、横から落ちないようにこう柵をこうつけるんですね。押し板、手前までメダルなどを押し出す。キャッチャーが作物や卵を選択して獲得。ワイドチャッカー、チャッカーが伸びる。チャッカーってこれか、あ、これがこうグイッと伸びるって伸びてくれるんですね。ははは、そういういろんなアイテムがあると。はい、で、とりあえずゲームが始まりまして、今コインがね、90枚あってレベルが1ですよと。で、あとはアイテムがこういうのが持ってますよっていうのがあったりとか、あとはこれはメニューかな。プロフィールとか、あ、ゲーム説明、サウンド、言語。まあ非常にシンプルですかね。で、あとはランキングというものがあって、ランキングで上位を目指そうと。ランキングにチャレンジして、報酬をもらえるんですかね。ランキングは3種類ありますよと。メダルランキングと、スロットランキング、ファーマーランキング。メダルランキングはメダルの獲得枚数、スロットはスロット回転数、ファーマーランキングは作物の獲得数によって、ランキングが、そういうランキングがありますよと。で、あとは、ビンゴというのがあって、卵を集めて、数字を揃えようと。スロットで卵を1つ以上揃えると、フィールドに卵が出現しますと。2つ揃えると銀の卵、3つ揃えると金の卵に。で、卵を落とすと、ビンゴの数字が手に入ると。で、ビンゴカードの数字を全部揃えたら、ジャックポットチャンスと。最大500枚のメダルが手に入ります。ほほほほ。なるほど。まあ、こういうシステムもあると。で、ペットというシステムもあって、餌をあげる。餌をあげると言っても、餌ってなんだろう。あ、自分でなんかこう作った農作物とかですかね。獲得した農作物とかをあげることができるんですね。で、なんかこの、レベルかな、これ1ってなってて、これが多分上がっていくと、おそらくこのメダルがもらえるということなんだと思います。とりあえず、ここだっけな、ここを押すとメダルが出てくるってきましたね。パチッ。お、出てきた。で、落として、ぐーっと押すと。パチッ。ほほほほ。でね、一回押すとメダルが一個ずつなくなっていきますね。今一回メダルが落ちたんで、また一個増えましたけど。メダルを落とす。そうすると、1枚減る。でもまたメダルを落とせば、またメダルがこのように増える。で、今、ここにチェッカーでしたっけ？入ったんで、スロットが回転しました。お、なんだこれ。コインか。コイン、おドバーって今コインをゲットしました。いっぱいコインが落ちてきました。で、このね、溜まってるこの、なんか、1、2、2、3、4枚ぐらい溜まってる、これ一気にこのチェッカーに落としたいですね。そういう場合はうまく狙って、あのチェッカーが下に来たあたりで、今これで、ぐいっと、おー、いった！いったんじゃない？今入ってるし、今。結構入りますね、これ。で、ガンガン回ってます。お、で、なんかここの畑に、ここになんか作物が植えられてますね。お、卵。卵を獲得したら、お、卵ができた。この柵とか使っていいのかな？柵、横にこうやってポローンって落ちちゃってるんですよね。この柵をどうやって使うんだろう。柵を使うと、お、ここ出てきた。柵が出てきて落ちなくなりました。今のうちにじゃあガンガン落としちゃおうかな。この柵もいつまで続かれるかがちょっとわからないんで、とり、あ、もう終わっちゃった。柵結構一瞬で終わっちゃうんですね。20秒ぐらいかな、今。10秒、20秒ぐらいで柵が終わっちゃいました。とりあえずこの大事にこの卵を落とさないように、一
落とさないようにってか落とすんですけど、このね、この右端とか左端にこう落とさないように注意しながらまっすぐ落としていきたいと思います。まっすぐ押して、まっすぐ、そう、まっすぐ押して、そう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 、うまい。結構コインは投入しても落ちてくれるんで、そんなにこう減らないですね。まあ今私89ありますんで。おお、めっちゃ降ってきた。いけ、一気に押せ。ぐいっと、ぐいっと押せ。ぐいっ、もう一回。卵が落ちそうで落ちない。卵が落ちたな。卵落ちたぞ。しかもチェッカーに入った。お、卵が落ちると、お、3と24と17。あ、このように、こう、ビンゴが進むんですね。はい、今、ビンゴが進みました。卵を、じゃあ、もっとガンガン落としていこう。クイ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 と。お、今度今、振動したぞ、振動。めちゃめちゃ落ちたよ。お、ビッグコインがある。お、ガンガン卵が割れて。お、ビンゴじゃん、これ、ビンゴ。お、ビンゴで、今、10枚かな。はい、獲得しましたね。またグイッと押す。で、今ピーマンが落ちたけど、ピーマンが落ちたけど、なんか意味があるのかな。特に何かが起きたわけじゃなさそうですかね。これ結構適当にやってても意外と落ちますね、これ。お、これあれかな、氷かな、これなんか下が凍ってる、多分大きくこう滑るんですね、これ。おー、すごいすごいすごい、めちゃめちゃ落ちた。で、しかも雷で一気に落としてくれて、さらに卵でビンゴが今、なったかな。すげえすげえ、めちゃめちゃ落ちるな、これ。あ、これが溜まっていくと、これがこうメーターがね、ポン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 と溜まっていくと、今これで一気に5枚まで置けますよってことですかね。ポポポポポンって置くと、このメーターがなくなっちゃいますね、ほら。で、また溜まっていくと、また置けると。そういうことですね。お、ピーマンが3つ落ちてきた。あ、でもピーマン横に行ってんな。ピーマンだいぶ横に行ってんな、これちょっと。あ、ダメだ。ピーマンが横に転がってった。ちょっとメダルが詰まりすぎてんのかな。手前の方にちょっとメダルが詰まりすぎちゃって、ピーマンが全部転がってっちゃいましたね。お、ビンゴ。ちょっとメダルが詰まりすぎ、ちょっと一回押してくれ。おお、え、何フィーバーって。何フィーバーって何これ。お、柵ができて、柵ができて、なんか無限にコインが降ってくるぞ。すげえすげえすげえ、いけいけいけ。もうこれ乗り切んないじゃん、これ。え、何これ。え、これフィーバーってこれ、これ完全にこれフィーバー。こんなフィーバーありますこれ。お、結構柵がまだできてるよ。柵があるし、今のうちにどん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 。ビンゴ、またビンゴが来て、ちょっともうこれメダルが置ききんない、メダル置ききんないって。これめちゃめちゃ降ってきちゃうよこれ。え、結構フィーバー時間が長い。お、これはいいぞこれ。いけ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 、今のチャンス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 。ほらコインめっちゃ増えてきた。250枚、260枚、めっちゃ増えてきた。チャンス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 。これいつまで続くのこれ。え、もうちょっと置ききんないですけど、これコインがめっちゃ流れてるけど、これ大丈夫これ。これつまんない、これコイン。結構ゲーセンとかでコインとかね、結構詰まるんですよね、これ。たまにね、コインをこう流しすぎると。ちょっと待って、これ。ごっちゃごちゃになってきたけど、これ。これ大丈夫これ。ごちゃごちゃよ、これ。え、どんだけこれフィーバーやってくれんのこれ。これバグった、これ。大丈夫これ。このゲーム。なんか無限にメダル置きますけど、これ。そしてフィーバーが止まらない。永遠のフィーバータイムですかね、これ。ほら、メダルもあっという間に600、500、580枚まで増えましたよ。いつの間にかレベルが14まで上がってます。え？これいつまでやるのこれ。さっきから無限にやらせてくれるんですけど、これ。で、このチェッカーもね、こう広がってるんですよ。マックス広がってて、一気にドシャーってこう落ちてくれるんですよね、これ。これはなんだこれ、どういうことこれ。お、やっと終わった。コングラチュレーションズということで、メダルを544枚獲得しました。544枚どころじゃないよ、もっといっぱい獲得してるけど。
990枚あるよ今。900枚ぐらい獲得してますけどね。めちゃめちゃフィーバーテーマ長かったですね。ちょっともうこれコインが詰まりすぎちゃって、横からガンガン落ちてますけど。今何がきっかけでフィーバータイムになったのかちょっとわかりませんけども、とりあえずこういうフィーバータイムっていうのもあるんですね。ん？なんだこれは。お、ジャックポットチャンス来ましたね。卵がたくさん割れて、これをグイッと回すと、ジャックポットだと500枚って言ったっけな。おおお、400枚か。お、400枚でもいいんじゃないですか。コングラチュレーションズ、400枚ウィーンということで、400枚が落ちてきたのか。あ、全部横流れてんじゃん。あ、この20枚っていうコインもあるんですね。さすがにこう400枚ずらーっと来るわけじゃなくて、20枚コインとかっていうのがこう落ちてきました。なんかでもほぼほぼ今横に落ちなかったかな今。そうこうしてるうちにまたフィーバータイムが来ました。ガンガン今メダルが溜まっていってます。ガツガツ落ちてて、これ気持ちいいですねこれ。でこれね、これこのアイテムね使うとね、すごかったですねこれ。一回これ使ってみますね。これ使うとほら、グイーって板がね伸びていくんですよほら。でズワーってこれを押してくれるんですよね。これめちゃめちゃ落ちた。このアイテムはいいな。お、コングラチュレーションってことで。あ、なんか今回は早かったですね、フィーバータイムが。一気にあえてコインを押してくれます。でもう1882まで止まりました、コインが。で、なんかこの作物を出荷すると、ディープコインがね、もらえるようですね。なのでこういう作物とかをね、植えたりとか、あとはこう落ちてきた作物をこう落として、出荷をすることによって、ディープコインを稼ぐことができる。まあ、あとは毎週更新されるランキングとかにも参加することによって稼ぐという方法もあるようです。まあ、非常にゲームはね、シンプルで非常にこう楽しいゲームですね。こうついつい時間を忘れてプレイしてしまうようなゲームですので、無料からでも始められますんで、プレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。